Welcome to ThinkTech Hawaii. こんにちは、ハワイ。Japanese Language Broadcast. Streaming live from downtown Honolulu. I'm your host, Yukari Kunise. And today, joining me in the studio is Ms. Naoko Takaue. She's a cosmetologist and also the owner of Atelier Bido, who is devoted to introducing and spreading Japanese beauty overseas. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから ThinkTech Hawaii が日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ホストの国瀬ゆかりです。今日の放送は、アトリエ美堂。これは美しい堂。東海堂などの堂ですね。どう書きますが、アトリエ美堂のオーナーで、着物レンタル、ネイルアート、ヘアメイクなどを通じて、日本の美容を海外で広めることに情熱を燃やす、高上直子さんにスタジオに来ていただいています。なおこさん、今日はお忙しいところありがとうございました。よろしくお願いします。ます今日も朝ははい、ね、お仕事をされていらっしゃったということで、うん、はい、で今日皆さん見ていただいて、私も実はなおこさんに着付けをしていただきまして、なんと運十年ぶりに着た着物でございます。着物も選んでいただき、着付けもしていただき、ちょっと髪の毛もやっていただいたりして。全然私に合ってないんですけど、まあ、一応我慢して見ていてください。はい、ということでですね、直子さんはこのハワイでこのビューティー、特にその最近は着物のレンタルとか着付けとかをされているということなんですが、はいはいはい、きっかけはどういう感じで始められたんですか？もともとヘアメイクを、はい、来年で、20年ぐらい。20年、はい、じゃあもう小学生の時からやってらっしゃったんですかね。計算がそうなんですけど、はいはい、やっておりまして、はい、で日本でずっとやっておりまして、はい、で、まあ、途中からネイルアートとか、まあ、エステの方にも就職したりですね、まあ、はい、いろんな美容の道を歩いてきて、ネイルアートとか、はい、それから何とおっしゃいました今、まあ、もともと最初はエステからちょっと始まったんですけど、はいはいはい、で、そうですね、ネイルアートで、ジェルネイル、はい、あとアイラッシュとか、はい、フェイシャルですね、はい、で今ハワイに来て、はい、主人の転勤に、はい、くっついてきたんですけども、はい、そこで着物レンタルも、はい、ちょっと始めた。なるほど、はい、で着物レンタルっていうのはじゃあお着物をどこかに行ってこう見てこれ借りたいわっていう方に貸す、はい、こんな感じですか？あ、そうですね、はい、ウェブサイトを作ってまして、ウェブサイトで番号でもお選びいただいて、はい、これがいいって言ってサイズと、はい、あ、そういうことですね。で今、はい、ご主人のお仕事についていらっしゃったということは転勤されて、そうですね、はい、それについてきたんですね、はい、はい、そうなんです。じゃあ今までやっていた日本でのお仕事を、うん、そうなんです、バイバイっていう感じで。そうなんです。プライベートサロンも沖縄の方でちょっとしておりまして、はいはい、引っ越してくるまでは、はい、なのでやっぱりそのお客様もね、本当にお世話になった、本当に可愛がって、ね、毎月来てくださったお客様もいたものなので、はいはい、それはちょっとね、大変な、でまたこっちに来て一からなので、はい、そうですよね。まあ、ちょっとお話を伺う前にですね、転勤妻という言葉をお使いになって、はい、この番組を見てくださっている方にも、ご主人や奥様の転勤に、ついてですね、ハワイに来ていらっしゃる、またはアメリカに来ていらっしゃる方も多いと思います。そういう立場の方が、今までしていたビジネスをなんとか新しいところでね、うん、また始めるというのは、ただその、オンラインでされるということで、はい、お店が今はないんですね。でもできてしまうというところが強みですよ ね、 そうですね、確かに、はい、そうですね、はい、ヘアメイクのお仕事もしてるんですけど、はい、それもやっぱ出張で行くものなので、はい、なるほど、はい、ブライダルがこちらはね、もうハワイは本当に忙しくて、ハワイはブライダルのお仕事が忙しい、はい、年間6万件のカップルがハワイに、はい、日本から来て6万件だそうです。と言われています。バンバン結婚してらっしゃるということ、そのヘアメイクもされる、はい、ということですね。そうなんですね、はい、でこちらに来てその着物を着るという方、はい、例えばお色直しとか、はい、ウェディングですよ ね、 普通ね、はい、で着物を着る方が多いんでしょうか？いや、着物は、まだ少ないですけどね、うんうん、でも何件かレンタル衣装屋さんも貸し衣装屋さんもありまして、はい、ハワイでは、はい、アメリカでは珍しいと思うんです。そうですよね、はい、じゃあその着物をレンタルする方っていうのはどういう方が着物をレンタルするんですか、ハワイだったら。そうですね、もう婚礼和装婚をされる方。日本人ですかそれは？
日本人の方もいますし、はい、本当にあの日系で日本語を話されないアメリカの方もたくさんいらっしゃいます。なるほど、はい、じゃあ着物着たいわと、うん、そういう方もいるということですね。そうですね。じゃあ結婚が中心ですか、着物を着る方っていうのは。私の場合はちょっとあのずれてまして、婚礼の衣装とか七五三も、はい、あのさせていただいてるんですけども、七五三、はいはいはい、なんですけど、あの、まあ、普段着物、おしゃれ着物を、はい、あのまあ、こちらにいてやっぱりあの特に日本人の方でこちらに20年、うん、30年住まれてる方、着物に親しむ、はい、あの、はい、時間がなかったと思うんですけども、はい、そういう方にも向けたりとか、あとこっちのね、やっぱり日系の方、はい、日本語話されない方とかにも、うん、ぜひ着物を着てもらいたいなと思って、はい、こういった古文の着物は、ああ、普段着物ですね。分かっていない私こちらも古文なんですけどもそうなんですね、あの確かにおっしゃる通り、はい、その日本人であっても、うん、はい、なかなかお茶とかね、あのお花とかしていない方は、はい、着物を着る機会っていうのはないですよね。特にお店もないのでね、はい、やっぱり海外は、はい、それにちょっと目をつけまして、うん、なるほど、うん、っていうことはそんなにその格式ばらないでも、はい、あのまあ、ちょっとおしゃれするときに、はい、イブニングドレスではなくて、はいはい、古文ですか、はい、古文を着て、うん、例えばお食事に行くとか、はい、デートに行くとか、 そんな感じで着ていただく、はい、そうなんです。そうなんですね。そういう風に着ていただきたいなと思います。直子さんご自身でも、はい、どっかおしゃれとか行くんですか。はい、おしゃれに、月一ランチ会ありましてですね、昼食会がある、はい、着物を着てで、はい、ちょっとおしゃれなあの、ね、ワイキキの眺めのいいあのレストランに、はい、みんなで行くと、はい、やっぱりそれだけで気分も良くなります。心の美容液っていう感じで。どうですか。ハワイでワイキキで着物を着たその美女たちが現れてランチをするって どんな反動が起こります。ビューティフォー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 、はい、私なんかでも言ってもらえるぐらい、はい、はい、あのなのでもう気分がいい。なるほど、気分がバッチリですね。はい、じゃあいろんなお仕事をしていらっしゃる直子さんのちょっとこうオーバービューというか感じで少し写真を見せていただきたいと思います。はい、Let's take a look at some pictures. あ、綺麗ですね、これは。Let's see, where is this? これはどちらでの、これ最近の写真ですか？はい、イオラニーパレスですね。イオラニーパレス、はい。はい。これは日本人の方ですか？それとも。いや、あの、ま、日本に、お母様の先祖が日系の方とか、はいはいはい、でもね、もう日本語全く話されないカップルさんなんですけども、ジャローカルの方、うん、ご主人はちょっと日本的な感じでしたけど、そうですね、でもあの日本語を話せない方なんですけども、あの、はい、なるほど、日系の方で、はい、いいですね、なるほどね、そういう方もいらっしゃる。 Next picture please。 ああ、七五三と成人式なんです。ジョーさんと成人式をハワイでやられる、はい、はい、後ろにアメリカの旗が立ってますけど、そうなんです、これはロケーションフォトに、はい、あのダウンタウンの方で撮ったんですけど、はい、意外にねこの振袖とか着物が、うん、このアメリカの景色にマッチしてるなって、はい、マッチしちゃってるんですね。そうなんですよ。はい、じゃあ20歳ぐらいのお嬢さんと、これは七五三、7歳か5歳かの中ですか、はい、そうですね、5歳だったかな、はい、そうですね、はい、じゃあそういう風にハワイにいてもまた、はい、日本人でなくても、はい、そういった着物を楽しんでいらっしゃる方がいるということですね。はい、Next please。はい、これは、着物ではなくてどういった写真ですか？まあ、あのヘアメイクの仕事の方なんですけれども。ヘアメイク、はい、はい。この方のヘアは。ビフォーアフター。ビフォーアフター。どっちがビフォーで、画面の左側がビフォーで、ね、はい、はい、アフター。これメイクも随分違いますね。はい、そうなんです。あのね、そしてアフターの方ですか、ナチュラルメイクな方なんですけれども、はい、やっぱり眉の形とか、はい、あとですね、まあ、ハイライトを入れて骨格を今日あの、ね、こう整えたりするだけでもやっぱりこう顔の表情が柔らかくね、可愛らしくなってますね。やっぱメイクをしたことによっても、はい、やっぱりこう表情が自分に自信がついてすごく変わってくることなので、はい、まあ、それでやっぱり写真に撮るとまたそれが出ますね。もともとさっきの方目が大きい方でしたけど、うんうん、ちょっとメイクをすることによってこうちょっと可愛らしい雰囲気が出てましたね。そうなんです。はい、Next one、はい、あ、目が出ました。はい、こちらはね、はい、アイラッシュエクステンションやってアイラッシュエクステンション、はい、っていうのはう、まず日本語で言うと何て言うんですか。日本語ですか。日本でもアイラッシュエクステンションと言うんですね。マツエクと皆さん要すると通称、はい、まつげのを伸ばす、そうですね、エクステンションですね、はい、全然分かっていない私美容のプ
感覚ゼロの私が言ってますけれど、はい、ではそれはじゃあこのまっすぐピュッてなってたまつげをこうくるんとしたり、うん、そうなんです、あの一本一本こうつけて一本一本、はいはい、なんか痛そうですけど、いや全然痛くないんですけどね、一本一本つけていったり、一本に3本とか4本とか5本つけていく、はい、いろいろな手法がありまして、それはずっとそうなってるんですか、それとも手術なんですか、それとも1回だけ、1回だけ、そうですね、はい、グルーでつけていくんですけども、なるほど、まあ、あの持ちが、まあ、1ヶ月の方もいらっしゃるし、はい、2ヶ月ぐらい持つ方もいらっしゃる、まあ、その本数によってあの、ね、あの違う、ね、毛によって違うので、なんか私だと顔も洗いたくない感じ、触らないで特にこういうハワイとか沖縄っていうのは汗かくじゃないですか、はい、メイクしたくないの で、ね、アイラッシュが特にもう人気で、なるほどなるほど、うん、ちょっとメイクセンスですが、はい、で next one、 この方もですね、 これはネイルと、あ、そうですね、アイラッシュと、はい、ネイルもすごいですね、以前お店をしてた時にですね、はい、あのやってた広告に使ってた写真なんですけども、こうやって一つ一つに絵を描いていく、はい、ね、ヤシの木だとか、これは別光のネイルなんですけど、これはなんかヤシの木がハワイらしいですね、うん、そうなんですね、はい、この方の目もビュッと大きくなってますけど、そうです目力です、はい、これはネイルアートというやつですね、うん、はい、ネイルアートと、ネイルアートっていうのはこうハワイだけではないですよね、うん、日本でもいろいろあると思うんですが、はい、どんなあの日本の技術がこう、うん、ハワイに持ってきたという感じですか、はい、そうですね、あのハワイで少し人気が出て、ハワイってやっぱりインターナショナルなところなので、はい、日本のそういったサロンが多いんですけど、はい、他の州に行くとまだアメリカ自体はまだ、うん、ヨーロッパもなんですけど、はいはい、あの そこまであのこのジェルネイル、爪にアートするっていう、ジェルネイルというですね、はい、はい、そうですね、あの、はい、すごく持ちが良くて、はい、あのマニキュアはね2週間とか1週間で終わってしまうんですけど、はいはい、あのジェルネイルはもう本当に1ヶ月とか、はい、長い方でもすごく長く持ちますので、はい、でアートも果てしないんですね、果てしないそうです、はい、アートがもう、はい、うん、じゃあこんな冷たい、あれはこうくっつけてるんですか、それとも差し込んでるんですか、どうなってるんですか、差し込めは痛い、つけ爪でこうジェルを上から、はい、あの固定する場合もありますし、地爪で、はい、地爪で、でこう伸ばす、なるほど、全くわからないこう基本的な質問をさせていただいてます、はい、大変勉強になります。それではちょっとこの続きをですね、またお休みの後に少し、いただいた後にお話を続けさせていただきたいと思いますが、こんにちは、はい、ここでちょっと休憩をいただきます、We're going to take a short break here. We'll be right back. Stay tuned. Aloha, my name is Duration. You are watching Think Tech Hawaii.I will be hosting a show here every other Wednesday at 1 p.m. and we will be talking to a lot of experts and guests around sustainability, social justice, the future here in Hawaii, progressive politics, and a whole lot more. So please tune in and thank you for watching Think Tech Hawaii. Aloha, Stan Energy Man here. You can see me every Tuesday at 3 p.m. here on Think Tech Hawaii.We're not on Friday anymore, so don't be looking for me on Friday. I'm on Tuesday at 3 here on Think Tech, coming to you live and direct from the beautiful studios in downtown Honolulu's Pioneer Plaza. So please join me, and we'll talk everything about hydrogen and clean energy, not only for Hawaii, but for the whole wide world. Aloha. We're back from break. I'm Yukari Kunisue, and this is Konnichiwa Hawaii. Talking with Naoko Sakaue in the studio today. Live でお届けしております。Think Tech Hawaii の日本語番組、Konnichiwa Hawaii。今日はアトリエビドーのオーナーで美容家、コスメとコスメトロジストの Sakaue Naoko さんにお話を伺っています。はい、私も一生懸命着物を着て喋っております。はい、では引き続きよろしくお願いいたします。Can we take a look at the next picture?はい、これネイルの続きのお話なんですけど、はい、すごいですねこれは、まあ、これはサンプルで作ったのでここまでされる方は、はい、ほぼいないんですけども、はい、このね沖縄の瓶型、これもこのちっちゃい爪に全部書いてるんですけども、なるほど、あのこれは結構人気がありましたね、沖縄時代、はい、沖縄瓶型っていうのはこれ沖縄で、あの、はい、改良されたというか、そう、私、そうですね、アーティスティックですね、そうですね、なるほど、ネイルもいろんなことができるんですね、はい、本当にこの小さなこの ここがキャンバスみたいになってるんですね、はい、そうなんです、なるほど、皆さん自分のこの着物、髪、顔、ネイル全てがキャンバスのようにできるということで、はいはい、でその結婚式のお話ですけれど、はい、まあ、いろいろやられていると思いますが、一つ今写真を持ってきていただいたので見せていただきたいと思います、はい、Let's take a look at next picture.
はい、いい感じですね。そうですね。ロケーションフォトがね人気で、はい、ハワイシアターで、はい、素敵ですね。これね、ダウンタウン、この今スタジオがあるところの、そうですね、そこですね、近くで。これはあの髪の毛っていうのか、はい、ヘアメイクを、そうですね、ヘアメイクをやって、はい、こういうロケーションの同行もあの行くので、なるほどですね。じゃあ行ってもそこでこう直したりとか、うん、そうですね、されるんですね。もともとそういうあの撮影の仕事してましたので。なるほどなるほど、うん、はい、ということでで、ですね、はいはい、じゃあこの高上直子さんがこういうことを、いろんなところに、まあ、できることが、美容が できるわけですけれどいろんな国を回られたという話だったんですが、はい、武者修行をされたとどこで武者修行してらしたんですか？まず、まあ、あの昔からバックパッカーの旅が好きで、こうやって、はいはい、いろんなところに一人で行って、はい、ちょっと今のから想像がつかないですね。 ありがとうございます、はい、変わりましたかね約30カ国ぐらい一人で行ったこともあるんですよ、はい、女の子ですよね、その当時ですからね。その時は男だと思ってたの、はい、自分は男だと思って、はい、あまりこう怖いとかもなかったんですけども、はいはいはい、ですね、途中からですねヘアメイク、はい、まあ、あの新潟と東京でやりまして、日本では新潟出身で東京に行かれたと、はい、はい、ある時ちょっと日本じゃないなと思って、日本じゃないなと思った私日本じゃない、はい、ハリウッドのメイクさんになりたい、ハリウッドに行っちゃおうともうハッとこう思考が飛んでしまったわけですねで、はい、英語も全然できないし貯金も全然少ないくせに、はい、行ってみて、なんですけども、はい、行っちゃった、はいはい、まああのね、現実はそんなに甘くなくてですね、はい、でまあどうしよう、でも私なるって言ってみんなにね仕事ももう捨ててきたわけなので、はい、これはただで帰れないと思いまして、はい、でもちょっとねもう貯金も足りないし何年も入れるわけではない、はい、学校にもちょっと行けないっていうことで、はいはい、であのでその LA で見た後にですね、ちょっとあの本あのフリーペーパーを見たら、まあ、日本人の美容師さんだとか、はい、メイクアップアーティストとか、はい、すごくいろんな方が活躍されてるのをあの拝見したんですね。それはカリフォルニアでということですか？その時はそうですね、はいはい、でちょっといろんなサロンに私行って話を聞いてみ、はい、ようと思いまして、はい、いろんなサロンに行って、はい、頼もうという感じ で、ね、門前の小僧のように行ったわけですね。で、はい、でいろんなでその後ちょっとお金も余ったのでニューヨークにも行ってみようと思って、ニューヨークにも行っちゃった、はいはい、でその後ワーホリを取ってロンドンにも行ロンドンにも行きまして、どん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 日本から離れています、はい、で全てこうどうやってみんなサクセスしてるのかなとか、はい、どういうふうに、はい、本当にやっぱり日本の技術とか、はい、レベルの高さとか接客のすごさとか、そういうものもやっぱりこっちの人たちにすごくあの、ね、あの普及されて、はい、あの活躍されてる方もいっぱいあのご覧あのお会いして、見せていただいて、はい、でそれから価値観が変わりまして、やっぱり日本に帰ろう、なるほど、じゃあ日本を離れて、はい、どん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 遠くになってロンドンまで行っちゃって、はい、そして、はい、日本の良さがよく分かったと。そうですね、でそこでまた日本にもう一度戻ろうと考えたわけですね、はいはい、ではい、もう一回勉強学校に入り直して、はい、でこうアメリカ人専用のサロンで働きだして、学校はどういう学校に戻られたんですか？エステをまたエステとかネイルを勉強、はい、もともと20歳の時はあの18歳の時は就職してたりしてたんですけど、はい、もう一回勉強し直そうと思いまして、それ何歳ぐらいでした？それはもう30手前ぐらいですね。30になる前にもう一回やり直そうと思ったんですね、はい、やり直そうと思って、はい、で人生やり直しまして、はい、やり直してそれからそうですね、で念願の自分のサロンも持つことがちょっと沖縄出てきまして、うん、で今度沖縄に行かれたんですか、うん、沖縄に行ってそうなんですサロンを始められた、はい、そうなんです、はいはい、沖縄はどうしてるの、もうちょっとあのお金がなかったので、はいあのまあ、まず働かなきゃいけないで、はい、学校もやっぱり、ね、行きたかったので、はい、その学校がちょっとあるのがあの沖縄だったもので、はいはい、はい、で外国人専用の仕事がしたかった、うそういう専用 あの、はい、英語を使っての接客も勉強したかったっていうのがあって、はいはい、沖縄はアメリカ軍の基地などありますし、そうですね、基地の中の、はいはい、サロンでも働いたんですけど、はいはい、本当に半分アメリカみたいなところがあってドルが使えたり、じゃあ日本の技術を日本にいながらにして、うん、はい、まあ、ちょっと外国人に対する接客を学び、ね、そうですね、経験を積んだと、はい、そんな感じでしょうか。そうですね、でハワイにいらしたのは先ほどの話ですと、うん、主人の転勤、ね、はい、なるほど、はい、で今その着物を普及するというんですかね、はいはいはい、それにこう情熱を燃やしていらっしゃる、ね、ということなんですけれど、はいはい、あのじゃあ
自分がその着物発見をしたっていうんですか、はい、それはその今のこう経歴でいつぐらいだったんですか。発見した、はい、まあ、日本の良さを発見したって言ってましたよね、はいはい、まあ、20代の頃とかは全く実は、はい、あの10代の頃も興味がなかったと言いますか、あの成人式しか着たことがなくて、私と同じです。そうなんですよ。もう着物って高い、高いし私の世界じゃないなっていう、なるほど、着ていくところもないし、はい、そういう感じで、で着付け師さんとお仕事する機会はよくあったんですけど、はい、まあ、綺麗だなってただ思ってたぐらいだったんですけれども、はいはい、まあ、そうやって海外にどんどん旅行に行ったりとか海外を見る、はい、目線が変わってでですね、はい、日本に帰ってくると、はい、やっぱり日本ってなんていいんだろうとか、日本ってなんていいんだろう、はい、でまずは洋服よりやっぱり着物ってなんてこんなに綺麗なんだろう、奥が深いんだろうっていう見せられまして、はい、でまあ30入ってからですね少しずつ、うん、集め出して、集めたんですね、少しずつね、はい、それ日本の着物を集め、はい、日本にある着物を集めたんですね。そうですね、はい、今は100着ぐらい来てます。じゃあその例えば着物レンタルをしたいとか、うん、お子さんに七五三の写真を撮りたい、はい、結婚式に来たいとか、はい、別に花嫁さんじゃなくても来たっていいわけですよね、はいはい、そういう方は、アトリエビドの方に、はい、これはこうウェブかなんかでサーチすると出てくるんですね。そうですね、カタカナアトリエで美しいにどうでも出てきますし、はい、英語でアトリエ、アトリエでちょっとスペルが難しいですけどね。あ、フランス語なんですよね。あれはね、かっこいいですね。はい、はい、じゃあもうちょっとお聞きしたいことはですね、まあ、こんなだけお話しすると、まあ、お金がなかったとか若かったとかっていうことでなんか楽しくやられてたという感じがしますけど、もちろん苦労もたくさんあったんではないでしょうか。そうですよね、はい、今思い返してですね、まあ、皆さん思い返すと苦労はしてよかったとおっしゃる方が多いんですけど、やっぱどうですか、これはもう本当につらかったっていうようなご経験はありますか。そうですね、まあ辛いことは山ほど山ほどもう忘れるぐらいね、皆さんそうだと思うんですけどあるんですけど、はい、やっぱりそれを乗り越えた時に自分で、はい、自分の力でやっぱり乗り越えて自信につながって、はい、それが一番のこの快感でありこの、ね、うん、いい経験だったと思うので、うん、悪いことはもう全部忘れるんですけど、あ、いいですね、それはね、いい生活してますね。寝れば、ね、その乗り越えた時の快感というふうにおっしゃったんですけど、うん、その乗り越える時に自分なりのこう心になんかモットーっていうんですか、はい、なんかやっぱりもうこう潰されたり嫌なことがあったり、うん、お金がなかったりっていう時に、うん、何をこうなんていうかな、心の拠り所みたいにして乗り越えてらしたと思います、うん。やっぱりですね、その、まあ、昔からですね、私、まあ、20歳の頃からいきなりこのヘアメイクの世界でフリーとして始めたりとか、はい、でいろんな方にお世話になってきたんですよ、うん、本当にこんなこう何も知らない子にボンといい大きい仕事を与えてくださる方に出会ったりとか、はいはい、まあ、お客様が、自分が接客したお客様がいっぱいお客さん連れてきてくれたりとか、はい、もうその嬉しさと責任感だけで私は大きくなれてきてるって思うんですよ、うんうんうん、もうそれが小さいなり大きくなり、うん、まあ、それはもう全然なんですけども、うん、それってすごく基本でありすごく大事なことであり、じゃあそれを自分の心の拠り所にしてらっしゃるところがあるんですかね。なんかこう潰されそうになる時には、うんうん、やっぱりああやって買ってくれた人もいる、うん、こうやって認めてくれた人もいる、ね、という感じで自分に言い聞かせる、うん、 そうですね、そんな感じですか。そうですね、はい、はい、で日本とそのハワイでビジネスをされて、はい、沖縄も入ってますけれど、はい、ハワイのその特徴っていうんですかね、はい、まあ、ここで日本人を相手にされてるビジネスでも、うん、はい、ハワイってやっぱりちょっと違うなっていうところがあるんじゃないかなと私は想像するんですけど、はいはい、そういうとこっていうのはもしあれば教えていただいていいですか。あ、もうそうですね、すごくインターナショナルで、ナショナル で、うん、でアジアが強くって、アジアが強い、でやっぱり日本人もたくさんいて、はい、で日系の方なんかは特になんですけど日本語を話されないけども、はい、私たち日本人よりすごく日本の文化を、はい、大切にして知ってらっしゃることもいっぱいいらっしゃるので、はい、まあ、その辺ですかね、そういったことをやっぱり自分でもこっちに来て日本を再確認してるところもあるので、はい、なるほど、特に着物なんかそうなんですけど、よく言われるのはそのハワイは移民の、はい、日本日系人も移民がとても多い、はい、今3世4世5世の時代になってますけれど、はい、やっぱりその古い日本を守ってる、うん、または古い日本に理想を感じてるっていう方が多いっていう印象はありますか。確かに、うん、
でももっとね、私たちより知らないことも結構知ってらっしゃって、例えばご本尊知ってますかって言われた、ご本尊言われたことがありましてですね、はい、その方も全然日本語喋られない日系の方なんですけど、はいはい、言葉だけはご本尊を知っていた、はい、ご本尊知ってるかって言われた、やっぱりその移民の方でその先祖からそういうのを受け継いでいるんでしょうかね、おばあちゃんとか、そうですね、はい、なんてお返事したんですか、何ですかそれみたいな、はい、はい、なるほど、それではですね、もう、I think we have one more pictures. One more picture. これは、今度のイベントについてのお知らせですね、はいはい、ちなみにこの右の画面の右側では、はい、今日直子さんが私にしてくださったように、はい、帯を締めて直してくださったというところですね、はい、でこちらの左側にあるのはちょっと説明していただいていいですか、はい、平等院金尾屋にあるハワイの金尾屋ですね、はい、平等院のお寺なんですけれども、すごく綺麗なビュー でこちらで、ね、お正月の1日2020年ですね、はい、はい、に無料イベント、レンタルイベントを、はい、開催しまして、で私のところで来ていただいて、はい、でその辺周遊してお写真撮っていただいたり、あとお茶のね、はい、先生もいらして、なるほど、体験ブースもありますね、なでしこ着物エクスペリエンスって書いてあるんですけど、これ3回目になるんですけれども、初めてじゃないんですね、はい、何回かさせていただいて、はい、じゃあその平等院というのは、うん、まあ、ハワイにあるレプリカがあるんですね、そうですね、はい、テンプルズ・オブ・バレーでしたっけ、はい、バレーズ・オブ・テンプルでしたっけ、はい、そこに一度ここにゲストで来ていただいた花水恵美さんがいらっしゃるところですけれど、うん、まあ、そこでレンタルを、着物をしたレンタルを着付けをしていただき、はい、でそれがそこでこう、はい、デモンストレーションができると、そういうイベントですね、そうです、はい、とても新年らしいね、うん、元旦らしいイベントではないかと思います、そうなんです、結構人気でそうなので、お早めにご予約を、はいはい、じゃあ参加をするなんか申し込みがあるんですか、そうですね、お電話番号書いてますので、はいはい、インターネットからでも、はい、じゃあちょっと今もう画面が始まってしまいました、ね、インターネットからなでしこ、はい、なんでしたっけ、なでしこ着物エクスペリエンスですね、でなでしこ着物エクスペリエンス、これでさ探してみていただきたいと思います、はい、はい、それではそろそろお時間が来たようです、直子さん今日は本当に楽しい面白いお話をありがとうございました、ありがとうございました、はい、Thank you for your out of time 直子坂上、 Thank you so much for coming and sharing her experience and this 着物 experience for me tooStay tuned for more shows in Japanese. Thank you all for watching. Think Tech Hawaii. I am your host, Yukari Kunisue. See you next time.